書き込みであるんですけど、再開発の事業主体ですね。これ、宗教法人の明治神宮であり、日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事、そして三井不動産と、成城と言われてるね。まあ、ここが絡むんですけれど、明治神宮もじゃないですか。そうですよ、明治神宮も。明治神宮も入りますね、宗教法人。で結局、じゃあ、その、戦うべき相手を、まあ、2020年経歴詐称をしてもらったことと相まって、まさにこの再開発事業者と一体となって、実は表向きはね、そうは見せてないけれど、歩んでいこうとしているのが今の小池さんだということで、神宮外苑再開、はい、それに限らず日比谷公園でも、日比谷公園あの都内各地で、大規模再開発、でね、この開発業者が儲かるような事業ばっかりやってると。これはなんていうかな、もう一回そこに足踏み入れるとまさに自民党利権政治そのものだと思うんですけど、抜け出せないわけですか。日比谷公園、あの田中龍作さんがね、100億円って言ってましたよね。私そんなにかけてるのかってびっくりしたんですけれど、その各地でそういうところが都内の公園 の再開発事業で同じようなことを行う、まあ、公園に限らずプロジェクションマッピングと か、そういう小池さんのやりたい放題好き放題で、利権予算をばらまいてるんじゃないかと。だってプロジェクションマッピングなんて金さえかけりゃ誰でもできることで、テクノロジー的にも別に大したことないし、3D のところにそのソフトウェアが簡単だよね、ソフトが計算して写すってだけですからね、それを2年で16億も使って、っていうのがちょっと考えられないですよね。これね、私あの、一部の方が都議会の池、ごめんなさいね、池川さんというね、共産党の議員が都議会で追及していて、私も昨日16億円という聞き方したんですけれど、実はね、令和5年、令和6年、昨年今年度合わせてトータル 48.5 億円、あのさまざまな関連予算なんか合わせると、だから50億円近いのよ、でかつこれやらせてるのは、寄付、小池都知事に寄付をしている電通の 100% 子会社に委託させてるんですね。完全に電通利権っていう、まさに自民党とも相まって、自民党政治というか、もう先祖返りしてしまったと。とんでもないですね。だって都庁の庁舎にゴジラ移して何してんですか、そんなの。ね、あのゴジラを作る制作費と同じぐらいかかってると。そうですよ。いう話が出てる。制作費以上ですよ。そんな48億ゴジラそんなかけてないよね、きっとね。あれ結構かけてないのに安く作って、ね、アメリカの100分の1の予算で賞を取ったって有名なところですからね。ああいうクリエイティブな良さところに使うべき予算がこういう無駄な使い方をされていると。あとね、私だから昨日も、おとといもか言ってたんですけど、防災ブックっていうのを全校770万個作って、11億円か、これなんかね。で、これ都知事の写真なんかも入れて、まさにその、事前活動、選挙活動みたいなもんじゃないかって。ここは、私初めて聞いてびっくりしたんですけど、こういうのを聞いてました。まあ、ご自身のね、PR に長けてる方とか。まあ、こういうことでしょっちゅうやっているみたいでですね。PR 予算はものすごくお金かけてるんですよね、小池さんっていうのは。まあ、元テレビのキャスター出身だけあって、いかにメディアをコントロールして自分を PR するかのテクニックについては、もうたけてるんで、そういう方ばっかりに予算をつぎ込んでいるんじゃないかと。そうですね、だから、蓮舫さん、非常に勉強して、重要な点を ついてると思って感心して聞いてたんですけど、これなんとなく、まあ、元都庁幹部の澤明さんとかね、いろいろ政策通の方たちがいろんな批判されてますけど、現役の都の職員の中でも、やはりトップダウンでね、突然朝令暮改じゃないんですけれど、いきなり、まあ、自治体の根回しも、周辺自治体の根回しもないのが降りてきたりして、世田谷区長の保坂さんがね、これ批判してたりをしてますけど、都の職員の中も本当にかなり大変、知事の直轄の部局の方たちは一部30人ぐらいね、されたっていう話も報道出てましたけど、で佐藤さんが都の職員が大量に辞めたというのを番組でも言って、でそれを蓮舫さんも引用してましたから、そうでしたね、だ かなり勉強して研究して調査をして、小池さんのウィークポイントを列挙した上でついた指摘した会見になってたと思いますので、これ結局都の職員もですね、表立ってやらなくてもかなり蓮舫さんを応援するんじゃないけど、女帝を追い出す絶好のチャンスが来たとか言って、あの裏の戦隊部隊戦隊かあの組織が できるんじゃないかと、辞めた人も含めてですね、今こそ絶好のチャンスだと言って、
草の根的にもう運動が広がるんじゃないかと。16年からもうずっとね、小池さんをかけてきてる中で、やっぱり反小池という都庁の中で、まあ表立ってはね、なかなか皆さん、都の職員なんで言えないと思いますけど、その機運っていうのは、まあ、澤さんはもうね、やられる方ですけれど、なんか非常に強くなってる感じはあるんですか？いや、あの、期待を込めた。まだ具体的に誰かが立ち上がったとか動き出したという話は聞いてないんですけど、まあ、都知事会見見ても、ひどしぎりじゃないですか。今週金曜日って、あの、あるんですよね。あの、定例の2時、午後2時から。あると思いますよ。じゃそこでね、今まで、まあ、まさに蓮舫さんがいくつか指摘してますよね。外苑再開発に関して、まさに選挙の前に動くべきだとか、それから7つのゼロとか12のゼロ、介護離職、都電の電柱ゼロ、多摩格差ゼロとかね、多摩格差縮小ですか、そういうことを含めて、全くこれ、あのね、3選目が3選出馬ということは言われているのに、会見聞いてないじゃないですか。これは、まあ、毎回のながら、呆れるしかないということか、まあ、調査されて、記者しかいないからってことなんですかね。あの、望月さんも会見で聞かれてましたけど、もう、厳しい質問すると刺されなくなるというのが分かっているんで、ここから望月さんの質問をまた流したいと思うんですけれども、ちょうどまさに今横田さんが言ってた知事会見のあり方っていうのをどうするかっていうことですよね。望月さんが聞いてて、私さっき質問した時に終わった後で、あ、そうだ、知事会見のこと聞けばよかったと思って書いてたら、望月さんが聞いてくれたんで本当よかったと思って、で会場引き出しましたからね、変えるという、はい、じゃあそれをここからご覧いただきます。望月さんの質問ですね、はい、昨日の蓮舫会見、東京支社部の望月です、はい、いくつかお聞きします。まあ、神宮外苑の再開発ですね、昨年、まあ、亡くなる直前、声が出せない状態で文化庁長官や小池都知事に坂本龍一さんが、はい、申し込み直してほしいと送り、手紙を送られましたが、まあ、その時小池さんは記者会見でしたね、その場で、いや、担当の文科省、文化庁側もしくは再開発事業者側にそれを言ってほしいと、まあ、投げやりな回答をされました。まあ、その時のことを覚えてらっしゃるかわからないんですが、そういった、まあ、都知事の姿勢について、そして今ですね、再開発事業者一部住民への説明会を始めてますが、これはあのオープンになっておらず、メディアは完全に締め出しです。で、参加した記者、あの住民に聞きますと、ほとんど事業再開発事業者側の一方的な主張だけで、次はもう10分もないと、説明の義務を果たしていないという声が出ています。で、あの、まあ、ご存知だと思いますが、この、再開発については都の、議会にも非常に報告が遅れ、約5年前にですね、萩生田さんや森喜朗、今裏金問題でも焦点が当たってます元首相、そして当時の副知事等々の間で隠密に決められたと言われています。あの、これまでの再開発事業の計画がこれほど隠密にですね、ほとんど都民の理解もなく進んできたこと、これについてどう思うか、それから先ほどプロジェクトマッピングのお話出ました。あの、非常に見た記者から言わせても仰々しく、何のためにこれをやっているのか、昨年今年含めて16億円の予算が出ている。で、あの、うちの中村真明記者によりますと、昨日の土曜、おとといの土曜日ですね、炊き出しに800人、あの、行業しプロジェクトマッピングの下で、800人もの炊き出しの、支援を求める人たちが並んだと、過去最大ということです。このプロジェクトマッピング、やるべきではないという声、口上にたくさん増えてますが、今の時点で、どうお感じかということですね。そして、まあ、最大のここなんですが、記者会見のあり方です。記者クラブの改革開放を掲げ、2016年、小島元都民課の事務総長によりますと、まあ、多くの今日いらっしゃっているような、たくさんのフリーランス含めた記者を、まあ、入れるようにしたと、情報開示、改革開放の一丁目一番地と言いながら、さまざまなことが隠密になり、今、コロナ禍を理由にですね、完全にフリーランスは、あの会見場から締め出されています。その結果としては分かりませんが、今日ここにたくさんの都庁クラブの記者さんいますが、彼女に対する厳しい質問がほとんどこの数週間ないです。経歴詐称については、マスメディアはほとんど報じていません。 とはいえ YouTube 上でこの経歴詐称についてさまざまな論点で、彼女が説明責任を果たしていないということが言われております。この記者クラブの在り方ですね、今の都庁の記者クラブの会見、もしかして蓮舫さんはお忙しくて見られてないかもしれません。ご自身が都知事になった場合、どういった記者クラブでも本当は聞きたくても厳しい質問が彼女にできなくなっている、まあ、この状況ですね、蓮舫さんの目から見てどう都知事になった場合変えていきたいか、そこら辺をお願いします。はい、あの、神宮外苑、特に坂本さんが本当に
思いを持って訴えた様子は今でもよく覚えています。あの時の都知事の対応は寄り添っていないなという印象しか残っていません。非常に残念でした。で、2点目の住民への説明会ですが、まあ、事業者側は民間さんであられるので全部公開というのは難しいかもしれません。ただどういう質疑がなされたか、どういう説明をどういう資料を使って伝えたか、住民側からはどんな質問が出たのかという概要とか資料は公開して当たり前だと思っています。で、3つ目のプロジェクションマッピングなんですけれども、私これやるやらないも含めてやっぱり一度この夏都知事選挙で問う一つの事例にもなるんだと思っています。例えば通年通じてやるべきものなのか、あるいはクリスマスだけやるのか、ね、その浮いた予算で炊き出しであったり困っている人たちに対する予算政策に回すことはできないんだろうか。これは当然都知事選挙では彼女の政策ですから、私は争点の一つとして問わせていただきたいと思っています。会見のあり方はそのどうしても映像で見ると都知事が映っているものですから記者さん側が私には見えないんですね。ただおっしゃる通りその、旬な質問とか都知事に対して違う角度からの声というのはないなとは思っていたのがそういう理由なんだなと今気づいたんですけれども、私たちが政権を持っていた時には会見はこうしてフリーランスの方も雑協の方たちも記者クラブの方たちも入っていただきました。それは時としてきつい時もありました。政権にとっていい時ばかりじゃありませんから、それでもそれも声だと思って受け止めていたので都知事の会見は見直すべきだと思っています。はい、まさに都知事会見についてはですね、まあ、見直すということを明確に言いですね。そうですね。で、期待が持てると、蓮舫知事誕生したらガラッと変わると。変わると。ただまあ民主党政権になった時も、まあ、大量に、ねそれ以上なかなか増えていませんけど、官房長官会見に、まあ、これも金曜日の午後だけですけどね、一部のフリーが入れるようになったり、少し進みましたよね。で、小池さんも2016年の時点では改革開放、記者クラブの改革開放って言いながら全く真逆のことをしている、そして記者がそれにも看板倒れというか、やってることと言ってることが全然違うと。で、特に看板倒れって本当にまさにそうですよねコロナ禍を、いまだにコロナ禍を理由に回収って言い始め、ちょっと修正してるのか、回収工事って言ってるんでしょ今。コロナ禍とは言わないんでしょ今。コロナ禍っていうか、だから都庁の庁舎の回収って言ってますね彼はね、報道家に聞くと、都の。いやでも今日も行って確認してきましたけど、横とか後ろのスペース結構空いてますから、立ち見台が、そうです、それ写真撮ってきました、写真撮ってきましたから、撮ってきた、それね、ありますか、出せるならちょっと出してもいいかもしれない、エアポッツでしてもいいし、だからそこがおかしいですし、もうちょっともうこれだけ批判は高まっているので、もうあんまりごまかしが効かないで、ただちょっと私が先ほど聞いた話では、明日にもと言われていた、都の、会議での所信表明演説、そこで参戦出馬を言うということが今のところですね、なんかまあこの流れを受けてだと思うんですが見送りだと、明日は表明しないみたいな話な、ね、ちょっとわからないと思いますけどね、小池氏はサプライズが好きなので、なるほど、そうやって言っときながら、まあ、一旦痴漢させてやっぱりやるってことはあり得ると思いますし、ただ自分にとってどのタイミングで言うのが一番効果的かっていうタイミングは考えてるでしょうね。そうですね、先ほど我が社の論説委員の人と喋ってた時に、やっぱりそのものすごい考えに今回考えてるだろうと、このタイミングがいいかあのタイミングがいいかとかね、で思い起こされるのはコロナ禍でしたっけ、彼女が3年前の選挙で、今回自民が大勝するだろうって言われていて、まあ今、27議席を自民で、都民ファが26議席ってことなんですけれど、余裕のある場所ですか。あ、なるほど。これをね、どういうふうに送ればいいんだろう。これメールで私に送れます。メールで送れます。そうですか。はい。で、その3年前の選挙の時に、都民ファが大敗すると言われてたんですよ。で、彼女がコロナにかかったんじゃないか。確か会見も一回、その会場の関係お休みだったかな。か入院お休み入院するしないと憶測が流れ、本当にかかってるかかってないで話が流れ、最後あれ選挙の3日前ですよね。都議会の議員の。
3日前に彼女がこう、不死鳥のごとく、しかし酸素ボンベをつけてですね、まさにガラス張りの、選挙カーに乗って出てきて、いや、これかなり、ほんまかいなと思いながらも、あそこで実は一気に10議席伸びたというふうにも言われてるんですよね。だから今回も、今のところ、小池さんなのか蓮舫さんなのかで、ね、女性対決みたいなことを今日の昼の披露日なんかでもやってましたけれど、今の流れ形成は、まあ自分にとっては不利と見た場合、明日やるのかやらないのか。まあ今言ったようにサプライズが好きなのでやる可能性もありますけれど、うん、今日ちょっと私が聞いた、まあ取材している記者側の話ですと、見送りという感じの話が今流れているということで。ただ、その3年前と私は大きく違うと思いますね。うん、はいはい。それは、4月28日の衆院補選、東京15区で、はい、うん、小池氏が全面的に押した乙武候補が5位に沈んで2万票にもいかなかった、うん、 それは状況が全然違いますよね。さらに今回、ね、目黒の都議補選で押した自民の伊沢氏がやはり惨敗したと、うんうん、小池氏が推薦、自分が応援してますというシールみたいなものまで貼ってたわけですよ。それでもし茂木さんが言ったように、不死鳥のごとく力があるんだったら、それこそ乙武氏はトップでしただったでしょうし、うん、そして伊沢議員も軽々と勝ったんじゃないですかね、うん、だからそういう意味では非常に強い逆風がついて吹いていて、うん、小池氏もこのタイミングで自民党の支援を受けるということ、自民党側は小池氏が立候補するんであれば知事選に支援するということを言ってるわけですけれども、うん、それを小池氏は悩むんじゃないですかね。これで自民党の支援を受けたらやはり失速するんじゃないかと。実際失速してますからね今。だからその状況は随分違うとは思いますね。なるほどね、うん、これ